新人、どこだ新人。ちょっと聞きたいんだが、ああ赤っぽいコートと帽子の男を見なかったか。知らねえな。俺は見たぜ。本当か。赤いコートに帽子にヒゲででっかい袋かついたやつだろ。バーカ、それなら俺も見たことあるっつうの。サンタだろ。そいつなら知ってるぜ。荒垣とかいうやつだろ。そうだ。最近見かけねえ。どこにいんのかこっちが聞きてえぐらいだぜ。そうか、ならいい。ありがとう。帰るぞ。待てよ、情報料払ってきな。なんだと。一発殴らせろ、その後ろの二人もだ。俺らもっすか。なんで。お前ら会ったことあるよな。覚えてない。ああ、ざっくんな。夏前にこの辺ちょろちょろしてたろが。ああ思い出した、幽霊騒ぎの時ここに来てさ、悪いのに絡まれたとこ穴垣さんに助けてもらったじゃん。ああ、あん時はよくもやってくれたな。サンズの川渡りかけたとこれ。俺らは違います、穴垣さんでしょ。せっ、あ、順平、お前らタダで返しちゃ腹の虫が収まらへんだ。こいつらダメですよ、ボクシング部の師匠が。分かってる。今日は荒垣の助けは入りそうにねえな。ああ、おとなしく殴られるしかないのか。冗談じゃない、逃げるぞ。どうやってすか。せーので三方向バラバラに走れ。あとは何とかしろ。わかりました。無茶な、無理無理。何こそこそしてんだ。順番だ、ヒゲオくんから前出ろや。こういう時ばっか俺。行くぞ順平、せーの。おら、何やってる。やっべ、警官じゃね。黒沢さん、つらかれ。助かった。大丈夫かお前たち、何してるんだ。ちょっと人を探してて。こんなとこでか。あっと、うめえ、缶飛んできた。なんなんだ。ほっとけ、行くぞ。お前らの常識が通用しないとこだ、あそこは。そのようです。あまり関わるな。二度と行かないっす。もっとも、あんな年でもう善悪を履き違えてるのは8割大人の責任だがな。あいつらにもちゃんと叱ってやる人間がいればな。そうですね。お前らにはいるか。いるかな。います。だろうな、見てりゃわかる。何をしても誰にも何も言われないのは恐ろしい。正しいことを知る機会がなきゃ、一度間違えたら間違えたまんま進んじまう。いつか自分で気づくってことはあるだろうな。だが、えらい時間と気力が必要だ、俺の経験ではな。だから間違いを正してくれる人間がいるのはありがたいことだぞ。叱られてるうちが花だ。よくそう言いますけど、なかなかそうは悟れねえな。まあ、聞かされてる間は鬱陶しく思うもんだが、なくなりゃ寂しいもんだ。お前には関心がないって言われてる気になるしな。わかる気がします。黒沢さん、コロマルを見ませんでしたか。コロマル。ああ、あの白い犬か。それならさっき神社の方に向かって歩いてたな。誰かと一緒でした。ああ、月光館の制服着た子と赤っぽいコートの男が。神事だ。黒沢さん、ありがとうございました。え、あ、ちょ、真田さん、また走るんすか。黒沢さん、また。うん、またな。気をつけろよ。